皆さんは雅楽を聴いてどのようなイメージをお持ちになったでしょうか。神社での結婚式などで流れている音楽を思い描く人、あるいは源氏物語など古典文学をイメージする人もおられることでしょう。いずれにしても日本的なイメージが強いのではないでしょうか。確かに雅楽は日本を代表する伝統的な音楽なのですが、実は純粋にもともと日本にあった音楽というわけではないのです。どういうことかと言いますと、もともと日本には古来から日本人が培ってきた音楽があったのですが、5世紀頃から中国や朝鮮半島をはじめとするアジア大陸とその周辺の地域から様々な国の音楽がもたらされます。そして長い年月を経て日本古来の音楽と海の向こうから伝えられた音楽が融合して平安時代になって完成した音楽が雅楽で、その形を残しながら現在にまで脈々と受け継がれ、その伝統を保っているのです。ところで雅楽という言葉には雅声の楽という意味があるそうですが、これはどういうことなのでしょうか。雅声の楽、雅で正しい音楽と、こういう意味ですね。でも本来音楽が雅であるとか正しいであるとか、その反対に雅やかではない、雑なものだ、あるいは正しくないということはあるわけはございません。音楽を人々がどのように感じ、それがどのように用いられてきたかということが、その音楽が雅であるとか正しいであるとか、あるいは俗なるものだとか聖なるものだとかいうような決め方がなされるわけであります。で、この雅楽というものも実は中国から借りた漢字が雅楽という文字であります。そうしますと中国でもこの漢字を使っておりますし、お隣の朝鮮半島も日本でも使っています。ところがその内容は全く違っております。中国ではこれは孔子をお祭りする音楽、これを雅楽と呼び、朝鮮半島では先祖やあるいは孔子をお祭りするところの分廟で演奏される音楽を雅楽と呼んでいます。で、中国で雅楽であった時代に、その雅楽が用いられた時に、その時に俗楽であったもの、宴教楽、宴会の音楽と言われるものが、これが日本に入ってきて雅楽の元になっているわけであります。今日本で雅楽というのはいわば中国の宴会の音楽ということになります。雅楽と聞くと少しかしこまったイメージを持つ人も少なくないと思いますが、雅楽の元はお客さんをもてなす時の音楽だったのですね。千数百年に及ぶ悠久の歴史を持つ雅楽、遠い昔に伝わってきた音楽がどのような音楽だったのかはっきりとは分かりませんが、ゆったりとした旋律に耳を傾けながらその当時に思いを巡らせてみるのも雅楽の楽しみ方の一つではないでしょうか。